クレイクリンは、新末民発の政治家、海軍軍人、北京政府、直令派に属した。字は秋もやい。1886年、天津海軍学堂に入学し、6年後に卒業した。以後、海軍協連ところ教習、天津海軍学堂教習と歴任している。1894年、海軍部において職に就く。その翌年からは、地方官僚を歴任し、 さらに直霊路構想弁や有電部官僚などを務めた。1908年、海軍部に復帰し、視察に任じられている。侵害革命発生直後に、当将議の和平交渉に随従し、代表団顧問を務めた。中華民国成立後の1913年、王庫海軍造船所所長に任じられ、合わせて海軍少将区組を授与された。その翌年には、 直霊改巡及び全省水陸警察ことよう兼任している。1915年、北京政府の同順事務局局長、直霊改良学校、光備所所長に移動する。その2年後には、北洋鉄交渉省長に任命された。1918年、クレイクリンハカーエツ商工4将計略し、総根の死にとなる。1921年7月、 警長が公局局長となり、11月には海軍中将区組を授与された。その翌年6月、通ら鉄路管理局局長兼通ら鉄路、ただし弁となる。同年9月、ロアン前後ただし弁所で、二川沖鉄路改修事業に参与した。1923年1月、王政帝臨時内閣で、処理交通総長に任ぜられる。 同月の長小祖内閣で正式に交通総長となった。1924年10月第2次笹口じ戦争で直霊派が敗北すると後も下夜して以後は天津に空居した。1930年代からのクレイクリンは様々な企業に取り組んでいる。1939年1月30日に後配布が和平休国宣言を発表した際には、 クレイクリンも和平求国会連盟の構成員として同宣言に連署している。ただし、クレイクリンが連署に至るまでの経緯や活動の具体性については不詳である。1944年死去、去年74、ありがとうございます。